ただいまより NFA 日本社団連アメリカフットボール協会主催レッツリーグ2020レッツウエスト終始リーグ戦本日の第2試合スカイワインダーズ対トライアップスターズの試合を行います。ただいまグラウンド中では両チームのキャプテンによりましてコイントスが行われています。コイントスでキックオフを取ったチームが自分の35ヤード地点からのキックでゲームがスタートします。メインスタンド、ブラックのユニフォームがサイドワイナーズ、バックスタンド、ホワイトのユニフォームがトライアクシス・ジェイスターズです。場内の放送にもありました通り、前の広いユニフォームがサイドワイナーズで使用したジェイスターズ、両チームキャプテンのサイドワインダーズが取った模様です。前半サイドワインダーズらしいコイントスの結果、ブラックのユニフォームにサイドワインダーズのレシーブ、ホワイトのユニフォームトライアクシスジェイスターズのキックオフで試合が開始されます。本日1クォーター12分の正式ゲームで行います。まずは1クォーター12分、バスケットボールと同じですね。アメリカンフットボールは一言で言えば陣取り合戦です。35ヤード地点にボールがセットされました。いよいよキックオフです。相手のエンドゾーン、ボールのラインのキックオフで試合開始。このキックオフボールをブラックのユニフォームサイドワインダーズリターナー28番藤本博之選手、約20ヤードのリターン。攻撃権はブラックのユニフォームサイドワインダーズ自陣30ヤード付近よりファーストダウン10。4回の攻撃権のうちの1回目の攻撃です。さあ、それもダッチプレー、パスインコンプリート、パスが不成功。ブラックのユニフォームサイドワインダーズ、これからバック18番渡辺明則選手、ファーストプレーパスを投じましたが、このパスは惜しくも不成功。アメリカンフットボールはパスが失敗しますとダウンが1つ進み、ボールは前のダウンの位置へ戻ります。サイドワインダーズセカンドダウン。ブラックのユニフォームサイドワインダーズ、ランディングバック27番東直樹選手、ボールを持ちまして中央付近を突きました。ゲインは3ヤード。タックルしたのはトライアクシスジェイスターズ41番ディフェンスライン小林明夫選手です。サイドワインダーズサードダウン、ファーストダウンまでは残り7ヤード。さあ残り7ヤードと言いました。先ほどラインでボールをキャリーした東選手は趣味がゴルフということで、アメフトでもシチュエーションを意識して頑張っていきたいと思います。最後の、サイドワインダーズスイング28番ランディングバックへのパス、パス成功ですが、これは大きなゲインには至っています。サイドワインダーズ28番ランニングバック藤本先生、パスが成功していますが、ここはホワイトのユニフォームトライアクシスジェイスターズディフェンス陣の集まりが早く1ヤードのゲインにとどめています。ダウンは進みまして5ダウン。アメリカンフットボール先ほど申し上げましたと陣取り合戦、こちらにキックを行うことですね、自陣バックを図ります。
ネコ使徒隊ブラックユニフォームサイドランジャー10ポーズの攻撃はパンダ12番泉山直樹選手のカウントにより攻撃権を放棄。攻撃権はホワイトのユニフォームトライアクシスジェイサーズに移ります。トライアクシスジェイサーズ自陣47ヤード付近よりファーストダウン10、4回の攻撃権としての1回目の攻撃です。前回の注目選手として挙げられていましたクォーターバック14番、沖野選手のランプレー。ホワイトのユニフォームトライアクシスベイスターズランニングバック24番、沖野亮選手ピッチを受けまして右オープンを駆け上がりました。ゲインは5ヤードの前進です。ホワイトのユニフォームトライアクシスベイスターズセカンドダウン。セカンドファイブといったところでしょうか。クォーターバックグレギス選手パスの対空パスしてきました。グレギスパーサイドワイドアドドフーサンダンディフェンスライン村越隼人選手キュービースラック6ヤードほどロス後ろに下げています。素晴らしいです。6ヤード下げたことによって、始まったファーストアンテンよりさらに下げて、サーダン12といったところでしょうか。原田選手家でゴロゴロする時間です。パスは不成功、しかしファールマーカー反則が発生している模様です。アメリカンフットボールではパス反則が発生しますと審判団よりファールマーカーが投じられます。パスインターフェアランス対応が終わりだ。見てる橋が全ガードのペナルティセッターズ、このスポットにスワースター。ただいまの反則は守備側、ブラックのユニフォームサイドワインダーズにパスインターフェアの反則。レシーバーの選手に対しボールをキャッチする前に接触をしたという反則です。15ヤードのペナルティ。トライアクシスセッターズは15ヤード前進してファーストダウン10の攻撃となります。フィリー39ヤード付近です。先ほどインターフェアがありましたね。パスインコンプリート、パスは不成功。トライアクシスジェスターズクォーターバック6番ウエニス選手パスを投じましたが、そのパスをブラックのユニフォームサイドワインダーズディフェンスバック29番奥村明選手がカットしています。パスは不成功、失敗です。ダウンが進みトライアクシスジェスターズセカンドダウン。これをスライドランナーズ反応配分48番のロスタック。トライアクシスジェスターズランニングバック31番村山拓磨選手ボールを持ちまして左オープンへ展開しようとしましたが、ここはブラックのユニフォームサイドワインダーズラインバッター46番中谷慎吾選手がタックル。7ヤードのロス後ろに下げています。トライアクシスジェスターズサードダウンファーストダウン、新たな攻撃権の獲得までは残り17ヤード。サードダウン17、かなり使用に戻されています。サミニス選手パスですね。パスインターセプトクラッシュトライになります。サイドワインダー28番藤本博選手パスインターセプト。
投げられたパスはフリーボールとなりまして、どちらのチームの選手がキャッチしても構いません。ディフェンスの選手がキャッチしますと攻撃権が入れ替わります。先ほどボールをキャッチしたのはブラックのユニフォームサイドワインダーズ、ディフェンスサイド、攻撃権はサイドワインダーズに移ります。ディフェンスが5ヤードよりファーストダウン10。ただしゴールの自信サイドワインダーズランニングバック4番、吉川拓也選手、ボールを持ちまして中央付近を突進、タックルを合わせて9ヤードのゲイン、9ヤード前進しています。サイドワインダーズセカンドダウン、サイドワインダーズファーストダウン、新たな攻撃権4回終えました。ランニングバック27番、東直樹選手、ボールを持ちまして中央突きファーストダウン、新たな攻撃権4回を得ています。攻撃権は引き続きブラックのユニフォームサイドワインダーズ、自陣16ヤード付近よりファーストダウン10。バウンドの回転に戻します。これ3番のパス、パス成功。コーナーバック18番渡辺選手からワイドレシーバー3番新谷太郎選手へのパスが成功しています。ゲインは6ヤード。セカンドダウン、ここでレフリータイムアウトです。レフリータイムアウト、レフリータイムアウトになります。ただいまフィールド内は審判団によりますレフリータイムアウトです。第1クォーター6分のウォータータイムアウト、選手の給水のためにタイムアウトが取られています。今シーズンはコロナ対策として選手はフェイスシールドをしてプレーをしております。フェイスシールドをしてプレーをしますと熱がこもりますので、ウォータータイムアウト、熱中症予防のためにウォータータイムアウトが設けられています。サイドワインダーズセカンドダウン、セカンダーをレシーバー4番がパスができますが、こちら4番のランニングバックになります。ナイスタックル、91番、トライアクシスジェイサー91番、ラインバッカーキャプテン小野隆史選手、ナイスタックル。ここでしっかりとね、小野選手、キャプテン小野選手が、大きいんだという形になります。この選手最近新車です、ね、トヨタのハイラックスを買ったというふうな情報をいただいております。奥さんは非常に自身であるという情報をいただいております。3番セーフ、最後は パス成功、サイドワインダーズファーストコーナーバック18番渡辺明典選手からワイドレシーバー3番
新谷太郎選手へのパスが成功、ファーストダウン、新たな攻撃権4回を得ました。攻撃権は引き続きブラックのユニフォームサイドワインダーズ、2時35ヤード付近よりファーストダウン10。小学校からアメフト経験がありまして、フットボール IQ が非常に高いという感じがあります。さあファーストダウン10、2時35ヤード付近のファーストダウン10、レシーバー4人を置いていただいて、これがクォーターバックが自らも2で前進、ニアの方のゲームを出しました。これから新発弾渡辺選手、ボールを持ちまして右から中央付近をつきましたが、トライアクシスジェスターズ59番西川選手がタックル、レフェータイムアウト、後ろからタイムアウト、タイムアウトをかけまして、サイドワインダーズ、セカンドダウン。サイドワインダーズ、ランニングバックに4番。吉川拓也選手、中央付近をつきました。ゲインは7ヤード。サイドラインナーズ、サードダウン、ファーストダウンまでは残り1ヤード。サードダウン、さあサードダウンインチ、サードダウンインチですが、サイドワインダーズはセットバックではなくガン、しかも4人レシーバーを置いてパスの対抗ですが、これも27番にランニングバックを渡しましたが、これは大きく戻されたような形ですが、まあ、トライアクシスされたところ、ジェイスターズディフェンス守りました。ファーストダウンを阻止、ランニングバック27番東選手の中央プレー、ディフェンスの集まりが早くトライアクシスジェイスターズノーゲインに収めました。サイドワインダーズ、ポスターの攻撃はハンター12番泉山選手のパンドで攻撃権を放棄。このパンとされたボール、トライアクシスジェスターズ81番リターナー高和正弘選手がキャッチしています。高和選手はですね、サード1サークルしたのはサイドワインダーズ5番内藤拓磨選手です。攻撃権はホワイトのユニフォーム、トライアクシスジェスターズに移ります。トライアクシスジェスターズ自陣18ヤード、17ヤード付近よりファーストダウン10。ジェスターズの攻撃、自陣が17ヤード付近よりファーストダウン10。これはこれ試みましたが、サイドワインダーズに集まりが、ドライアク
シスベイスターズランニングバック4番佐藤弘明選手の中央プレー、しかしサイドワインダーズ59番ディフェンスライン関雄介選手がタックル。2ヤードほどロスさせています。トライアクシスジェイスターズセカンドダウン。パーセカンド。トライアクシスジェイスターズクォーターバック6番上西拓人選手からトライアクシスジェイスターズサードダウン。トライアクシスジェイスターズファーストダウン。新たな攻撃権4回目ましたランニングバック24番沖野亮選手、ボールを持ちまして左オンタックル付近を駆け上がりました。新たな攻撃権4回終えました。トライアクシスジェイスターズ自陣27ヤード付近、注目選手と呼ばれているファーストダウン10。パス失敗です。パスインコンプリート、パスは不成功。ダウンが一つ進み、ボールは前のダウンの位置へ戻ります。セカンドダウン10。トライアクシスジェイスターズセカンドダウン。トライアクシスジェイスターズランニングバック31番村山選手、ボールを持ちまして中央付近をつきました。ゲインは1ヤード。トライアクシスジェイスターズサードダウン。ファーストダウンを獲得ここまでは残り9ヤード。先ほどランを行った村山選手はミスター運動神経、パスインコンプリート、パスは不成功です。ここで、第1クォーター終了になります。第1クォーター終了、クォーターダウン。ここで第1クォーターの終了です。 NFA 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 H リーグ 2020X2 ウエスト秋季交流戦、本日の